はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は褒めて育てるっていうやり方をねお伝えしていこうと思います。ただまあなんて言うんでしょうね、褒めて育てましょうみたいなことっていうのが現代に入ってからいろいろと言われたりしてるんですけれども、まあね、日本ってちょっとどっちかっていうと軍隊チックというか、未だにこう戦時中の教え方が抜けないみたいな人たちがいて、もう最近なんか体罰とかね、教育業界なんかではすぐに処罰されるようなようにはなりましたけど、まあ、僕の頃も体罰ありましたからね、多少は。まあ昔の人たちに比べたらまだまだマシだったかもしれないんですけど、とはいえ、じゃあ褒めて育てることが、じゃあ教育としてね、それが子どもの教育とか、それから会社職場での部下育成とかっていうのに正しいのかどうかっていうと、どうやら褒めりゃいいっていうだけの話じゃないっていうことも分かってきたっぽいんで、そのあたりのね、じゃあ褒めて育てるってどうすれば正しいのかっていうのをこうちょっとお話をしていこうというふうに思います。で、褒めて育てるとどんなタイプがそれで伸びるのかっていう話になるんですが、こんな感じなんですね。時折なんかね、私って褒められて伸びるタイプなんですっていう人が皆さんの周りにいたりしませんかね。で、否定されるのが嫌とかね、否定されるのが嫌ってね、どんだけ嫌やねんっていう話なんですよね。で、叱られてモチベーションを下げるよりも、まあ、褒めてもらう方がやる気が出るタイプっていう話ですよね。まあ、実際に例えば福ちゃんって言って分かりますかね、スラムダンクの福田選手とかね、出てくる中もう怒られて鬱憤が溜まって監督に手刀を浴びせるみたいな、そんなこともあったりとかしましたけど、まあ実際褒められて育つタイプっていうのはの、まあ、伸びる天才と、怒られ育つ子なんかはこう真面目なタイプなんていう風に言われたりもしてるんですけど、じゃあ実際のところその褒めるとか怒るとかっていうので育て方に関して事実はどうなのかというところの話があるんですが、まあ好きで怒られる人もいないと思うんですけど、能力を伸ばすためには、じゃあよい子よい子いい子いい子っていうふうに褒められると褒めるだけでこう育てるのが正しいのかどうかっていう、そのあたりを今日は深掘りをしていけたらと思います。で、褒められて伸びるタイプっていうのは一体何かっていうと、まあ、ある実験をね行いました。で、その実験っていうのは学生さんを集めて外国語の授業を受けてもらうんですね。で、半数の学生にはうまく問題を解けた時に褒めると、それから半数の学生に関してはミスをした時に指摘をするっていう風にしたんですね。で、その後で再テストを行った結果、一体どうなったかっていうと、成績が伸びたのは自分が初心者だと思っているタイプだったってことなんですね。つまり勉強を始めたての人っていうのは褒められることによって、あ、自分ここまでできるようになったんだって言って嬉しくなって伸びたってわけなんですよ。で、あるいは外国語の勉強が苦手だって思い込んでいる人ほど伸びたってことなんですね。ちなみに外国語が得意なタイプですね、まあ、テストで言うと30点とか40点の人たちと、それから80点とか90点の人たちだったら、3、40点くらいの人たちだったら褒められたら50点、60点で伸びるし、逆に80点、90点を取ってるようなタイプだったら、ミスしたところを指摘されると、80点、90点、ごめんなさい、90点、100点くらいに、まあ、成績が伸びたっていう、そういうお話ですね。で、この実験に対しての補足っていうのがあって、注意が必要なのは、本当に外国語が苦手で、始めたての人が褒められて伸びるっていうのは、精通している人が伸びると、ごめんなさい、精通している人は指摘されて伸びるっていうのは、実際に本当に外国語の能力があるかどうかっていうところの関係性はなかったっていうことなんですよ。だから、結局、自分自身が外国語についてどう向き合って、英語とかね、フランス語、スペイン語とか、で、実力がどの程度あると思っているかっていうところによるというお話でございました。だからまあ自分がそのテストの点数も大事なんですけど、果たしてこの外国語を勉強するのが好きなのかとか得意なのかっていうところが、まあ結構大きく分けるポイントになってくるっていうことなんですね。で、もう一つの実験としては、これは成人男女に集まってもらってやったんですけど、単語の並び替えをタスクとして行ってもらうと、まあ具体的にはそのなんかあいうえお順に並んでいるものを早いもの順に並び替えましょうみたいな、そんな感じですね。進行状況に応じて半分の参加者に関しては、まだ8割も残ってますねっていうネガティブな言葉掛けをして、もう半分にはもう2割も進んだんですかっていうふうなポジティブな言葉掛けっていうのを行いましたと。かける言葉の内容を変えただけなんですけど、結果としてどうなったかっていうと、目標へのコミットメント、まあこのくらいできればいいかなっていう風に目標立ててた人に関しては、褒められることで伸びたと。あ、もう2割も進んでるんですけどすごいですねって言われることで伸びたと。で、コミットメントっていうのは目標に対して価値があると思ってたりとか、それを絶対達成するぞっていう責任を持っているかどうかなんですね。だからタスクに対してやる気がない人ほど褒められるとモチベーションが上がって取り組みが向上したっていうこと
でした。で、まとめていくとどういうことかっていうと、目標へのコミットメントが強い人に関してはネガティブな言葉掛けをすることでまだここまでしかできてないのかとか、ミスを指摘するとかっていう風にするとやる気が上がっていくと、一方でポジティブな言葉掛けをすると、いや自分はこれだけ一生懸命やってんだとか責任感持ってやってんだからそんな安っぽい言葉掛けるなよっていう風になっちゃうので、ポジティブな言葉掛けをされると逆にやる気が下がっちゃうっていう話です。一方で目標へのコミットメントが弱い人に関してはネガティブな言葉掛けをしてしまうと、いや一生懸命やってるんですけどっていう風になってやる気が下がっちゃうと、一方でポジティブな言葉掛けをすると、いやそうっすよねそうっすよね俺頑張ってるっすよねって言ってやる気が上がるという、そういう感じでした。だから自分自身がどちらの言葉掛けをもらった時の方がモチベーションが上がっているのかなっていうことを振り返ってみると、ご自身がもうコミットメントに対して高いのか低いのかっていうのが見えてくるはずと思います。まあ、そんなはずはないと思っていても潜在的意識の問題っていうのがありますんで、潜在的意識っていうのは皆さん自身が気づいてないところってことですね。だからもっと成長したい、能力を上げたい、それから成果を出して成功していきたいっていうふうに思うなら、まあ、厳しい言葉をかけられたとしても逆境の精神で、くっそあの野郎絶対に向かしてやる、ガンガン行くしかない、やってやろうぜっていうような、まあ、反骨精神でやっていただけたらと思います。一方で部下育成とか子供を育てるときなんかっていうのは、ある一定のレベルまで育ってきた段階で褒めるっていうのは一旦やめて、まあ突き放したりとかちょっと厳しい言葉をかけるっていうフェーズに移っていくっていうのも大事です。あまり甘やかしてしまっていると逆に満足感を早々に覚えてしまって、それ以上頑張ろうっていう気が起こらなくなってしまうので、このあたりは注意が必要っていうところですね。ただじゃあ厳しい言葉をかけ続けたらいいのかとか浴びればいいのかっていうと、理不尽な言葉に関してはもう無視してもらったらいいと思います。あくまであなた自身が成功するとか成長するために必要な言葉だけをすくい取ってもらう、あるいは育てる立場だとしたらその人が成功する成長に必要だなってことをきちんと投げかけるということを意識してみていただけたらというふうに思います。ということで本日は褒めに関する教育の話をさせていただきました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。